はい。皆さん、こんにちは。今日は新しいパソコングッズ。これのお話をしたいと思います、まあ。パソコングッズと言いましたけれども、こちらの方はスマホとか、そしてタブレット。それのスタンドです。まあ、幅から言えばタブレット奥の2方が便利なようなツールです。今、アマゾンのところに載っているように、1699円と とってもお手頃で、さらにクーポンが200円ついてる。そんなようなスタンドということになっています。果汁についての仕様というのを書いていないんですけれども、基本的なタブレット、そういうものには合うと思います。僕は iPad Pro の11インチ、これを乗せたいために購入しました。高がスタンドですけれども、360度、 回転するようになっていまして案外便利に思います。荷重こそは書いていないですけれども4インチから15.6のモバイルモニターとかそういったものも置けるようになっているようです。横から見たらこんな感じになっていまして123というところをネジを回して合わすようになっていますけれども初めから 案外しっかりしているので角度などを調整することができます最初からこのように六角レンチがついてきて角度が決まればしっかり締めておくのがいいんではないかなと思いますすべてがメタルでできていましてとっても頑丈ですでは実際の実物を見てお話をしましょうこちらが商品のそのままですここに滑り止め用の パッドがついてまして、めくると滑りにくくなっています。また、裏の方にもゴムがついていまして、しっかり固定できるようになっています。これで固定力、ちょっと見てみましょう。はい、こういうところに置いても、はい、今、思いっきり、かなり強い力で、 これぐらい、だいぶ入れると徐々に後ろに行きますが、まあ、しっかりした滑り止めになっています。そして、角度を高く上げるということになると、こんな感じになって、そして、これを起こします。すると、このような高い位置に持っていけます。また、もっともっとフラットにしたいときは、ぎゅっと折り曲げて、 そしてこのようにして前に出すぎてたらここの部分を折り曲げれるようになっています硬いですねよいしょはいこのようにするとこういう形になりますけれどもしっかり締めておかないとこっちへピュッとこう倒れやすいです今ここの可動領域は案外緩い感じになっていますあまり ゆるいとペタンとへたるのでちょっとしっかりめに締めてみますここに六角レンチを入れてギュッと締めます今180度ぐらい絞り込みましたまだ締めれるようですもう少し締めておきます 270度ぐらい締めましたので、まあまあきつくなりましたけれども、そんなにここは角度を調整するためか、しっかり締め付けるというふうな機構にはなっていないようです。ただし、他のところは案外きついです。先ほどからくるくる回ってますように、これは360度ぐるーっと止まることなくですね、回転ができるようになっています。 ちょっとだけカチッカチッと音が聞こえますように止まるところがちゃんとあってこういう箱に入ってきました。もうこれは単純なもので説明書もペラ1枚か何かで入ってただけです。じゃあ iPad を乗せます。こんな感じですね。ただし先ほども言いましたようにあんまりこう寝かすとですねベタンとへたりそうなぐらい重さが乗ってるって感じです。 ですから、使うときは少し縦気味の方がいいかもわかりません。僕がこれを買った理由というのは、まずこの手の、あ、ほら、落ちてきた、落ちてきた。もう少し締めないといけないですね。このぐらいに立ててたら絶対大丈夫です。そして僕がこのスタンドを買ったのは、まずは価格が安いということです。 こうやって回転ができるものといえばもう少し高いものが多いということですし一応 AmazonNo.1 というふうにも書かれてたのでまあこれがいいかなというふうに思って購入しました先ほどから言ってるように一番上のネジがもっと締まればさらにいいなと思いますこれ反対側からも締めてみましょう先ほどとは違うところですけれども こちらから締めてみます。まだまだ締まりますね。僕が緩かったのかもわかりません。お、ぶん硬くなってきました。はい。ちょっと斜めにしてみましょう。どうかなお、もっと締めないといけないかもわかりません。やはり、 水平方向にはちょっと弱いのかもわかりません。このようにこれの方の課題も言いましたのであまりフラットに近くセッティングするような時には向かないかもわかりません。今日はアマゾンで激安でそして人気ナンバーワンという風になっていました。タブレットスタンド。滑り止めもしっかりついてるこういうスタンドを購入してみました。 では今日のレポートは終わりにします。まったねー